教えていただくのはこちらです。ネバネバ四兄弟そうめんということで、はい、そうめんの上にいろんなものをトッピングしてみたいと思います。鹿児島ってそうめんの消費量が日本一位なんですよね、はい、でそうめん流しは夏の風物詩ですし、はい、お盆料理とか精進料理にもそうめんが出てきますし、奄美 の、 そあの油そうめんは、ね、美味しい郷土料理でもありますよ ね、 そ、 うですね。そんな鹿児島のそうめん好きな皆さんのために今日はですね、ネバネバ4兄弟を揃えて、うん、美味しくそうめんを食べてもらいたいと思います。そうめんもそろそろ飽きてきた頃なので、はいはい、ちょっといろんなアレンジを楽しみたい時期でもあるんじゃないかと思います。美味しく食べて元気に夏を乗り切りましょう、はい、皆さんね、この画像を見ながらこの4兄弟の正体気になっていると思いますのでそうそう、材料からご紹介していきましょう。こちらです、材料は1人分です。そうめん1束、モロヘイヤ 50g、 オクラ2本、山芋 50g、納豆1パック、そうめんのつゆは適量となっています。先生、材料はシンプルですね。そうです。モロヘイヤ、オクラ、そして山芋、納豆でネバネバ4兄弟ですね。はい。はい、このモロヘイヤ、なかなか食べ方がわからないという方も多いんですけれども、生で食べることもできるので、スムージーに入れて飲まれる方も多いですし、うん、おひたしにするのもいいんですが、私はさっと茹でてネバネバを出して食べるのが好きなんですね。ね、お値段もね、この房で110円でした。お安いですね、はい、かなりボリュームがありますから。 150g ぐらい入ってます、はい、でそのうちの 50g を今日は使いたいと思いますが、うん、ちょっと手間なんですけれども、この茎のところからこう葉っぱを摘んでもらって葉の部分を食べます、うん、茎は食べないんですね。ちょっとそうですね、食べられないわけじゃないんですけれども、葉っぱを私は今日はネバネバを出したいと思います、はい、これを熱湯でさっと茹でます、うんうん、茹ですぎに注意です。本当に一くぐらせるぐらい、さっとくぐらせるぐらいで OK です。本当にさっとなんですね、はい、でザルにあげてもらって、うん、粗熱が取れたものがこちらです。小さくなりましたね。小さくなりましたね。わかるかな、ネバネバ出てるんですよね。見えますか、はい、ちょっと糸引く感じが、ね、ありますけれども、このままでも美味しいんですが、はい、さらに粘りを出したいということで、まな板の上に置いてもらって、はい、包丁で叩きます。おー、これはもう刻んでいくような感じになりますね。そうなんかよく包丁2つで叩いたりもするんですけれども、はい、こんな感じで分かるかな、粘りがすごく出るんですよね。すごい、糸引く感じがより一層、そうよく叩いてください。はい、叩いたのがこちらです。なんだかこんな感じにメカブみたいに見えますね。そう、うん、でね、あんまり癖もないので、うん、青物苦手な方も美味しく食べてもらえると思いますよ。その他の、具材です。オクラは小口切りです。今日は新鮮なものだったので生のオクラを使ってます。山芋は、皮を剥いて、うん、すりおろしておきましょう。納豆入れます。納豆付属のタレを加えてよく混ぜておいてくださいね、はい、さあこれをそうめんの上に乗せていきますよ。そうめんは茹でた後、しっかりと水洗いをしてください。はい、乗せていきます。材料が揃ったらもう、もうあとは好みで乗せていくだけですね。納豆でしょ、はい、オクラでしょ。オクラ、これ新鮮なものでなかったり、ちょっとこう硬そうだったら茹でたものでもいいですね。そうですね、砂糖火を通して茹でてもらうと美味しいと思います、はい、山芋ほんとネバネバ最高ですよね。でモロヘイヤ入ります。はい、これで4兄弟が揃いました、はい、であとはお好みでめんつゆをかけていただいたら出来上がりです。多分ね、喉越しもいいので食欲のない時にも美味しく召し上がっていただけるんじゃないでしょうかね、はい。